チョコジ、8月の2日にあなたの訃報に接しました。6年間の長きにわたる闘病生活の中で、ほんのわずかではありますが回復に向かっていたのに本当に残念です。我々の世代は赤塚先生の作品に影響された第一世代と言っていいでしょう。あなたの今までになかった作品やその得意なキャラクター、私たち世代に強烈に受け入れられました。10代の終わりから我々の青春は赤塚不二夫一色でした。何年か過ぎ、私がお笑いの世界を目指して九州から上京して、歌舞伎町の裏の小さなバーでライブみたいなことをやっていた時に、あなたは突然私の眼前に現れました。その時のことは今でもはっきり覚えてます。赤塚不二夫が来た、あれが赤塚不二夫だ、私を見ている。この突然の出来事で、重大なことに私は上がることすらできませんでした。終わって私のところにやってきたあなたは、君は面白い、お笑いの世界に入れ、8月の終わりに僕の番組があるからそれに出ろ、それまでは住むとこがないから私のマンションにいろと、こう言いました。自分の人生にも他人の人生にも影響を及ぼすような大きな決断をこの人はこの場でしたのです。それにも度肝を抜かれました。それから長い付き合いが始まりました。しばらくは毎日新宿の人見寿司というところで夕方に集まっては深夜までどんちゃん騒ぎをし、いろんなネタを作りながらあなたに教えを受けました。いろんなことを語ってくれました。お笑いのこと、映画のこと、絵画のこと、他のこともいろいろとあなたに学びました。あなたが私に言ってくれたことは未だに私にとって金言として心の中に残っています。そして仕事に生かしております。赤塚先生は本当に優しい方です。シャイな方です。麻雀をする時も相手の振り込みで上がると相手が機嫌を悪くするのを恐れて相撲でしか上がりませんでした。あなたが麻雀で勝ったところを見たことがありません。その裏には強烈な反骨精神もありました。あなたは全ての人を快く受け入れました。そのために騙されたことも数々あります。金銭的にも大きな打撃を受けたこともあります。しかしあなたから後悔の言葉や相手を恨む言葉を聞いたことがありません。あなたは私の父のようであり、兄のようであり、そして時折見せるあの底抜けに無邪気な笑顔は遥か年下の弟のようでもありました。あなたは生活すべてがギャグでした。タコちゃんの葬儀の時に大きく笑いながらも目からはボロボロと涙がこぼれ落ち、出棺の時タコちゃんの額をピシャリと叩いては、この野郎生きやがったとまた高笑いしながら大きな涙を流していました。あなたはギャグによって物事を無化していったのです。あなたの考えは全ての出来事、存在を
あるがままに前向きに肯定し受け入れることです。それによって人間は重苦しい意味の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を立ち放たれて、その時その場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわちこれでいいのだと。今二人で過ごしたいろんな出来事が、場面が思い浮かべされています。軽井沢で過ごした何度かの正月、伊豆での正月、そして海外へのあの珍道中、どれもが本当にこんな楽しいことがあっていいのかと思うばかりの素晴らしい時間でした。最後になったのが京都五山の送り火です。あの時のあなたの柔和な笑顔は、お互いの労をねぎらっているようで、一生忘れることができません。あなたは今この会場のどこか片隅で、ちょっと高いところからあぐらをかいて、肘をつきニコニコと眺めていることでしょう。そして私に、お前もお笑いやってるなら長寿で笑わしてみろと言ってるに違いありません。あなたにとって死も一つのギャグなのかもしれません。私は人生で初めて読む弔辞があなたへのものとは無双だにしませんでした。私はあなたに生前お世話になりながら、一言もお礼を言ったことがありません。それは肉親以上の関係であるあなたとの間にお礼を言うときに漂う他人行儀な雰囲気がたまらなかったのです。あなたも同じ考えだということを他人を通じて知りました。しかし今お礼を言わさせていただきます。赤塚先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。私もあなたの数多くの作品の一つです。合唱。平成20年8月7日、森田和義。